今回は飲み物についてです。飲み物、妊活をされている方におすすめの飲み物はというテーマでお話をしていきたいと思います。妊活を頑張っている方の少しでも参考になればと思います。妊活をされている方からこの飲み物についてのご質問もよくいただきます。どういうものを飲んだら効果的いいんですかとか、こういうものを取らない方が、飲まない方がいいんですかとか、あとはまあ温かいもの、冷たいものとか、いろいろねご質問いただくんですが、結論から言ってしまえば、まあ、飲み物これだけ取ったらとか、これだけ飲んだら効果があるとかっていうものは、まあ、決してないので、まあ、正直お水でね全然いいのかなと思っています。だから飲み物で、まあ、これを取った方がいいよとか、これ飲んだ方がいいよというよりは、飲み物の選び方としては、まあ、体にとって、妊活してる方にとってこういう飲み物良くないから、まあ、こういうものには摂取注意してねとか、あまり取らないようにしてねといったような感じです。飲み物を選ぶ際に気をつけていただきたいものとして、含まれているものとしては糖ですね。一つは糖、糖がたくさん含まれているような飲み物というのは、やはり妊活されている方は糖というのはね、あまり摂取すること良くないです。極力減らしていただいた方がいいものになりますので、糖がなるべく含まれないようなもの、こういうものを選んでいただきたいですし、あとはカフェインもね、やっぱり妊活されている方はあまり取らない方がいいものになってきます。なるべくカフェインが含まれないようなものとか、あとは添加物とかね、添加物が含まれているもの、これは妊娠を目指した時だけじゃなくて、体にとってやっぱりね、添加物というのはなるべく取らない方がいいものになりますので、今お話ししたようなものとかが含まれないようなものを選んでいただいたらいいと思います。あと、体が冷えるからとか、お腹が冷えてしまうからという理由で、冷たいもの、極力取らないようにとか避けている方とかも多いと思いますが、私はこの冷たいものに関しては、全然取っていただいても構わないと思っています。無理に冷たいものを飲む必要というのは全然ないんですが、冷たいものを体が欲しているというのはやはり何か理由があったりもするわけです。体の中に例えば熱がこもっていてとか、熱が過剰になっていて、それを下げてあげるために、冷たいもの、冷たい飲み物を欲してたりとか、あとはバランスを取りたいからとか、いろいろ理由があったりとかして体が欲してる状態なので、そういう時に無理に飲まないようにというふうには全然しなくてもいいと思います。何でも温めたらいいというものではないですし、冷やした方がいい場合だってあるんです。なので、飲み物、冷たいものも過剰に摂取することさえ注意すれば全然問題ありません。いろいろ SNS とか見てると、妊活をされている方におすすめの飲み物ということで出てきたりもしますが、毎日ね飲み続けるというのも秋が来たりとかするわけです。だからいろんな飲み物を、気分とかその日の体調とかに合わせて飲んであげるというのがいいと思います。妊活をされている方がよく飲まれている飲み物として、ルイボスティーとか、ルイボスティーはポリフェノールね、ポリフェノールが抗酸化作用の働きがあって、いいと思いますし、黒豆茶とかイソフラボンが、エストロゲン、女性ホルモンの、エストロゲンですね、これと働きが似てるからとか、あとはタンポポ茶とかいろいろありますが、いろいろ試してみるのがいいと思いますし、飲みやすいものを飲まれたらいいとも思います。こういったものも、これだけ飲んだらね効果があるというものでは決してないので、飲み物を選ぶ際はこれを飲んだ方がいいからというような選び方をするよりは、こういったものというのはやはり良くないものなので、入っていないものを選ぶ、含まれないものを選ぶ、例えば先ほどお話しした糖ですとか、カフェインとか添加物とか、そういったものというのはやはり妊活をしている方というのは極力減らした方がいい、避けた方がいいものになりますので、飲み物を選ぶ際はそういう選び方をしていただいたらいいと思います。